こんにちは、インケンです。ユニティを久々にやっていきたいと思います。前回やったのが2015年の10月ぐらいなんで、3年半ぶりぐらいでしょうか。意外とあんなグダグダな動画でも見てくれてる人がいて、ちょっとその続きをやっていきたいと思います。で、前回やっていたのがこのユニティ 3D2D ゲーム開発実践入門っていう本から作っていたんですが、これ2015年でちょっと最近また買い直したらですね、第10版まで刷られてて、2019年の3月11日に新しいのが出てました。中身は多分変わってないと思うんですけど、なんで随分息の長い本だなと思います。で、これ前回やったのがチャプター3の物理エンジンコリジョンマスターするっていうボール転がしゲームを作るってやつをやってたんですけど、その続きのプレファイブエフェクトを極めるっていうキャンディー落としゲームをやっていこうかなと思います。その前にユニティを新しくしようかなと、3年前なんでね、今やったのがちょっと新しく入れ直してみようかなと思います。パーソナル、はい、今バージョンっていくつなんですかね。自分が触った時は5とかだったと思うんですけど、バージョンってどっからダウンロードするの？無料ダウンロードありますね。ここから。ユニティパーソナル。で、インストーラーをダウンロードする。ユニティハブ。ユニティハブっていうのは、ドッカーハブみたいなものですかね。そんなのもあるんですね。あ、ダウンロードしちゃった。まあ、OS、MacOS10 のインストーラーをダウンロードしていきましょう。ユニティダウンロード。めちゃめちゃ久しぶりなんでね、もう使い方多分さっぱり忘れてると思うんですよね。はい。はい。よくわかんないけど、アグリー。ユニティ2018-3。ああ、もうバージョン5とか6とかそういうんじゃないんですね。もう2018年版とかついてますね。で、ビジュアルスタジオ4 Mac と Unity がデフォルトで入るようになっていて、あとは Android ビルド、iOS ビルド、いろんなプラットフォームのビルドサポートを入れるかどうかってことですね。まあ、今回はこのままコンティニューで入れていきたいと思います。8.7GB 必要。はい、よくわかんないけど、アグリー。ちょっと残りがもう 46.3GB しかないから、厳しいな。はい、入りました。じゃあ起動してみましょう。 Sign into your Unity ID。 前に確か作った ID があるんで、あ、登録してないですね。ちょっとアカウント忘れちゃったんで作り直しましょうか。クリエイト1。あ、メールを確認 しないとですね。はい、もう一回サインしてみましょう。インケン君。はい、ログインできました。なのでこっちもコンティニュー。ライセンスマネジメント、まあ、パーソナルですね。パーソナルで、ライセンスアグリーメント、あ、
あんたのとこ会社なのかどうなのかとか、いくらまでなんたらかんたら書いてあるけど。I don't use Unity in a professional capacity にしとけばいいですかね。はい。で、Where are you located? Japanese, Japan. どんなプロジェクトかよっていうことですが、ゲーム、フィルム、don't know、 わかんないよ。はい。作ってみないとわかんないですからね。はい、start using Unity。あ、やっと、前回のこれ、イルミボール。確か作ったやつありますね。はい、こっからやっと、じゃあ4章スタートです。で、例の本のこれですね。はい、久々ですね、この本で。この4章のゲームオブジェクトの制御、プレイ5とエフェクトを極めるから、ちょっとまたグダグダになると思いますが、やっていきたいと思います。で、まずとりあえずプロジェクトを作りましょう。ニューで、ニューユニティプロジェクト、キャンディ落とし、キャンディドーザーっていうらしいですね。キャンディドーザーで、テンプレート 3D、2D、なんだろう、3D でいいかな。で、一番最初にアセットのインポートっていう項目が122ページにあるんですが、ここでアドしちゃっていいのかな。見る限り、見た限りではここじゃなさそうですね。じゃあこのままクリエイトしちゃいます。はい。開きました。懐かしいですね。3年ぶりぐらいに開きました。で、なんか画面のデザインとかあんま変わってないですね。なんか、うん。じゃあそしたらアセットのインポートをしていきましょう。アセット自体はこのここのサイトからダウンロード、あ、これか、サンプルアセットデータっていうのがダウンロードできるんで、まあ、昔ね、ダウンロードしたものがあるんで、それをインポートすればいいと思います。で、アセットメニューのインポートパッケージ、これか。で、カスタムパッケージ。で、ユニティ、これかな、5。で、キャンディーベース、これですかね、キャンディーベースアセット。はい。で、すべてにチェックが入っていることを確認して、インポート、チェック、あ、入ってますね。インポート。で、インポートがされたみたいです。これかな。ここもうちょっと、はい、大きくなる。キャン、キャンディできましたね。そしたらステージの作成、まずはシーンの土台を作りましょう。一番下の床の部分を作ります。キューブオブジェクトを作成し、キューブオブジェクト作成、これかな、クリエイトキューブ作成し、ベースを名前に変更、これかな、これだっけ、名前ベース、ん、違う、名前をベースに変更、いや、これのことじゃない気がする。あ、やべ、はい、キューブ、ベース、
名前をベースに変更、これか。リネーム。リネーム。あれ？どうやってリネームするんですかね、これ。リネーム。あ、できた。ベース。に変更し、さらにポジションを0、マイナス6、0。0、マイナス6。あ、結局ここ名前じゃん。ここでいいんだ。マイナス6、0。スケールを5、10、20。スケールを5、10、10。設定し、細長い立方体にします。あ、でっかくなった。でっかくなった。普通の移動はどうやんだっけ？コントロール押しながらだっけ？シフト押しながらだっけ？コントロールか。これは画面でっかくなっちゃうやつ。どうやって移動するんだっけ？どうやって移動するんだっけ？毎回ちょっと使い方が、どうやって移動するんだっけ？手か。手マークだ。こうだ。手マーク。はい。続いて、画面奥の壁を作ります。こちらもキューブをベースとしてバックオブジェクトを作成します。キューブをもう一回生成して、で、バック。バック。さらにポジションを007にし、007にし、スケールを17、24、スケールを17、24、4設定することで、ベースオブジェクトとぴったりくっつきます。ぴったりくっついたけど、なんか本と違う見えてる感じが。Z 軸のプラス方向を奥にする。Z 軸のプラス方向を奥。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 どうすんのこれ。Z 軸のプラス方向を奥ってどうやんの？はい。Z 軸を奥に行って本に書いてあるんですが、もうやり方が全然わかんなくて、ググってもらったら、オルト押しながらクリックでできました。いやーもう、マジでもう、ここで終了しようかと思います。マウスがないと今きついですね。これちょっと動画撮ってるのもあって、トラックパッドでやってるんで、オルト押しながら、ドラッグでこう、カメラを、視点を移動することができます。てか、普通の人は知ってるのかな。はい、これで Z をオープンになったんで、もう、次に左右の台座部分を作ります。まず右側台座としてキューブをベースにサイドライトオブジェクトを作成し、またキューブ作るのね。キューブ。キューブ、サイドライト、サイド、ライト、作成し、ポジション 5.5。5.5 のマイナス5の3。スケールを16、スケールを6の14の4に設定します。こっち側がついたんですね。で、サイドライトオブジェクトはステージの下方に設置してあるため、このままではキャンディーが思わぬ方向に跳ねたりすると、サイドライトオブジェクトの上に乗っかってしまい、開始不能になっちゃう可能性があります。そこでサイドライトオブジェクトの情報部分にもコライダーを設定することで、空中で跳ね返るように予防策を敷いておきます。
コライダーってなんだっけ。まあいいや、気にしない。今回はコライダーのみのオブジェクトを新たに設置するのではなく、サイドライトオブジェクトコライダーを編集して範囲を変えることにします。コライダーの編集を行うには、ボックスコライダーコンポーネントのセンターとサイドのパラメータに値を直接指定してもよいのですが、シーンビューからも調整が可能です。この場合、ボックスコライダーコンポーネントのエディットコライダーボタンをクリックします。ボックスエディットコライダー。エディットコライダー。え、どれだ？これか、ボックスコライダー。エディットコライダーボタンをクリック。これですね、エディットコライダー。ボタンをクリックすると、シーンビューの中に表示されているコライダーに四角いハンドルが表示されるようになります。これかな、四角いハンドルって。この上面側にあるトグルをドラッグして、バックオブジェクトと同じ高さまでコライダーを広げます。トグル？ん？え、どういうこと？これを引っ張ればいいのかな、ビヨーンって。あ、ちょっと画面だと見づらいんですが、緑色のフレームが上に伸びてますね。ちょっと、よいしょ。あれ？エディットコライダー。すごい、ちょっと見にくいですけど。他のとこ押しちゃうとエディットコライダーがキャンセルされちゃいますね。よし、ここちょっとすごく見づらいですが、これに対してここまでコライダーが伸びています。はい。で、サイドライトオブジェクトが設定できたら、オブジェクトを複製してサイドレフトオブジェクトも設置します。これ複製すればいいのね。デュプリケートで、サイドレフト。はい。で、ポジションはマイナス 5.5 の5、マイナス5の3に設定します。あ、これもういいのかな、これで。はい、お、こんな感じ。さて、これでステージ基本の部分は完了。このオブジェクトは新規に空のオブジェクトを作成し、一つの階層にまとめとく。空のオブジェクトはステージと名付けます。新規の空オブジェクト。新規、create empty かな。これをステージにする。にして、こいつらにぶち込んどけばいいのかな。はい、うん、こんな感じでぶち込んできます。はい、ちょっとね、久々だったんで、今回はこれまでに、次回以降やっていきたいと思います。ちょっとね、操作の部分がだいぶ忘れちゃってるんでね、思い出しながら、またグダグダになりながらやっていきたいと思います。それじゃあ、バイバイ。